来てますよ。メール？はい。メール読む？読みます。ラジオネーム、ヘナチョコさんからいただいてます。ヘナチョコの子は子供の子。以前、小野さんが、なる役の、鈴子ちゃんたちから、先生と呼ばれているとお聞きしましたが、呼ばれてたね。他の役者の方々、美和役の古木さんや、広志役の内山さんなどからは何と呼ばれているのでしょうか。ほう。あ、僕らが、小野さんを、うん、先生とは呼んでなかったけど。そうだね。でもなんかもうスタジオが、ばらかもんそのままの雰囲気だったんで、僕が行った時はすでに。ああ。なんか、ああやって、ねえ、なるちゃんとか、ひなちゃんとか、小さい子がいっぱいいて、で、僕ら、ちょっと上の世代の僕らがいて、小野さんがいて、で、おじいちゃんおばあちゃんの役も、方もいてって言って。ベテランの方々。もう、普段のアニメとは全く違う、親戚の家にね、お正月に帰ったような雰囲気だったでしょ？本当だね。あんなのなかなか味わえないですよ。本当だね。もうなんかさ、だって休憩時間終わって、俺がなんかこうロビーで待ってて、で、スタジオに戻ってったら、なんかみんな10人ぐらいで輪になってなんか一斉のせいで遊んでた時あって。やったやった。これは何だった何が起きているんだと思って。本当だよ。そう。せーの17だよ、だって。何人でやってんだ、お前ら。終わらねえよ、そんなの。いや、あれ笑ったなぁ。そんなんばっかでね。そうだね。もう、あんなのはもう、うん、あ、もう本当にこれは、ばらかもん以外じゃなかなか味わえないなと思いましたね。そうだな。うん。あのね、あの、メール続き。